ラです。チェロです。パパルルチチェェロロでです。す。はい、ラグナドやっていきましょ行きましょうかね。う。今回はね、キュービの間、2人でね、デートしていきたいなと思いますよ。いいですね。こちらがね、結構適性がいないんですけど、今回ね、ちょっと SR キャラだけでちょっと行ってみようかなと思って。おお。今回ね、ちょっと注意点としては、キツネビっていう、スキルを使ってくるわけですよ。で、相手の弱点を突くか、フルチェーンしないと、使うためにダメージ与えられるっていうのがあるから、そこら辺ね、ちょっとフルチェーンをなるべく意識して戦っていきましょうというところですね。で、今回ね、SR キャラで僕が採用したのは、サザエオニさん、天邪鬼さん、ネネコカッパさんというところですね。で、サザエオニ、天邪鬼は、ヨーコの盾を持ってるんで、今回採用してるっていうのと、あと、水属性のネネコカッパに関しては、呪縛のね、耐性があるというところで、今回採用してます。で、最後、今回土と水と火でいかないといけないので、最後、ポロさんには、使っていただいて、火力、押しと。火力担当でいきま火す力よ。担当ということでね。じゃあ、早速、やっていきましょうか。いきましょう。ちょっとね、お互い呪縛の掛け軸を装備したりとか。いいですか？大丈夫ですよ。倒せるかな？レベル2だからね。スキップしようと思ったらね、1個しか上がれなかった、私。ちょっとあんまり強かったらね、多分ね、ちょっと難しいよね。何なの、白紫のもや。それがさっき言ってた、狐火だと。だけど、フルチェーンするか、呪縛を与えないと、使うたびにダメージは受けちゃう。全然アプローチできないんです。お、ナイス。ポンコツよ。ポンコツやったね、思いのほか。思いのほか、いつもそう。いつも、そのウェブ。でもいい感じじゃない？倒せるんじゃない？これ。倒せそうですね。どう？やばい、結構食らうね。そうよ。呪縛の掛け軸のおかげで僕は回避できましたよ。確かに溜まってる。ああ、間違った。全然フルチェできない。復旧しないとね、自利品になっていくと思うよね、多分。もう自利品です。ヒヒちゃん、ヒヒちゃん。ティファレットが助けに来てくれて、お、構成変わったー。 SR だけでいけてねキミテーション。違うじゃねえかよって怒られるやん、これ。これは不可抗力です。こういうのキャンセルできないのかな、入ってくんな的な。無理よ、私もう魂になりすぎる。マジで頑張って、ティファレットちゃんいないと無理だよ。頑張って頑張って。頑張る。あざえー。何それ。何のことで。サザエオニの必殺技使うとき言うやん、サザエー。いや、そう、覚えてない。そんなこと言いましたっけ。まずい、回復が。やばいね。回復が。私、イヤホンしてなかったから、サザエオニさん全然聞いてなかった。 やばいやばい、これ割らんと、割らんと、割らんと。早く割って、早く割って。あった、サザ本当エー。だ、言ってた。 ずっと無音で戦ってた、私。おお、ティファレットが強い。危ない、もう見て見て、私のヒットポイント。これは間に合わない。これでもできない。
さんのポンコツよ。あー、フルセブンやった。やべえっす。あ、手に召されました。だいぶやばいですね。あー、フルセブンやったな。ナナちゃんかわいい。うん、これちょっと辛いな。ギリギリいけるか。サザエもうこれにかける。サザエにかけるしかないよ。いや、急になんか硬く感じるね。サザエやばい、やばいやばいやばい、マジでやばい。向かったね。辛い。サザエ耳に残るサザエ。火が割れねえ。火担当がおらんくなったけど火が割れねえ。本当だ。頑張って頑張って。もう一個、火もう一個よ。あー、間に合わん。くらえ。今日一の攻撃よこれ。俺の全開これ。割ってのサザエ。おら。なかなかの火力やったよ今。100万ぐらいいったでしょ。いや、なかなかの火力ですけど、なんか。おっしゃ。サザエ投げて。サザエで倒したよ。いやー、ありがとう、サザエ鬼。いや、ちょっとね、お知り合いにサザエ鬼推しの人がいるんですよ。あ、そうですね。なので、なんとかして勝ちたかったんだけどね。勝ちましたね。なんとか、ギリギリでしたね、マジで。第3次。まぁ、あ、ちょっとね、ティファレットさんが入ってきたんで、SR だけっていうわけではなかったんですけど、うん、まあ最初の構成はね、SR さんだけだったんで。まあ、でも、ティファレットちゃん入ってこなかったもん、無理だったよ。ちょっとね、やばかったかもしれないね。うん。ほぼソロな感じでしたけど早々にひひさんいなくなったんでね。はい、ということで、まあ、ちょっとね、わちゃわちゃしましたけど、まあ、今回多分ね、金庫とか銀庫とか来るじゃないですか、多分近い将来、うんうん、そうなった時に多分ここの適性になるんじゃないかなと思うんだけど、ね、どっちかが土で、まあ、陽子の盾持って呪縛耐性あるみたいな感じで来るんじゃないかなって感じはするけどね。だとしたら欲しいね。ちょっとここは辛いよ。ちょっと登っていくのはね。はい、ということでね、ちょっとでも楽しんでいただけたら幸いです。幸いです。はい、では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。